はい、たけし農場です。ニラです。花が咲いてますのでね、これからこの花を刈り取ります。ニラの花芽もね、今年はだいぶ取ったんですが、もうそろそろ終了にかかってます。もう花芽の数もね、少なくなってきてますので、花芽を摘むのはやめました。とは言ってもね、少ない花がツンツン出てるんで、これをこのまま大きくしてしまうと、ニラの生育が悪くなってしまうので、これから、ニラの花芽を刈り取りたいと思います。で、使うのはね、草刈り機です。いつものね、電動草刈り機で、花芽を刈り取っていきたいと思います。はい、終了です。